中国空軍の最新鋭戦闘機殲20J20 について、みんなは知っているかな？いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているな。中国はドラゴンの印象が強いよね。ステルス機でドラゴンはちょっと主張が強い気もするけど。そうだな。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35D 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機だったよな。その通りだね。さて今回は、そんな中国の最新鋭戦闘機 J-20 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において先ほどの3機種。F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけなんだ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っていて、それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したんだって。中国は連動まで上げてきたんだね。ますます注意が必要だ。そうだね。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているようだね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都機器工業工司で開発されたことから、ジェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では次第中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の次第と次第の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだよな。そうそう。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都機器工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだ。2011年1月には初飛行に成功したんだけど、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているよ。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしているね。また、2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているよ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の管制を行うものと見られているぜ。J-20 の初舷って把握できてるの？現時点で推定されている J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル空挙重量 17,000kg。最大離陸重量 36,300kg 実用上昇限度 2万メートル最高速度 2500km 毎時最大航続距離 5900km とされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている、サプールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたんだけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS-10C 最大推力 147kN が搭載された J-20 を飛行させ、
このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているんだけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたってわけ。しかし、WS10C には水力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に水力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているよ。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイエーサレーダーが搭載されているんだけど、このエーサレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているんだ。この数値は F22 が搭載しているエーサレーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されているエーサレーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているよ。また J20 には F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているんだけど、F35 の EOTS86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているね。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から2000万ドル、約130から160億円と言われているが、2000年代の初頭では4億5000から5億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られているぜ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているんだけど、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているんだよね。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているんだ。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるが、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだな。そういうこと。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているよ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、F16 ファイティングファルコンを母体として F2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるんだ。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、やだ。各国が注目しているのは、中国政府が自主開発していると言われる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか、世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとオセアニアの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲加賀の動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲加賀に艦載可能となっている事実は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選に向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦加賀は、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、領艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ ASA による、アクティブフェーズのアレイレーダー ANABD81 だな。実際、J-15 が搭載しているレーダーでは、F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 を 200km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この才能さら絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても、艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、K
警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着監視権について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に仮想敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると、日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に回収された後の出雲加賀には、F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した前期が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして、出雲と加賀の回収が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは、2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を就役させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはその無楽に出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母軍を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍が数よりも質では圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、中国海軍の空母3隻、J20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、海上自衛隊において新しい空母の建造計画は現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲とロエトへのヘリコプター搭載護衛艦ニセヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前沿を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だろうな。そもそも、
空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも稀有地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。
最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を冠する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された、クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク 41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、
大気雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた大気雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて保管することを目指したものだね。最上型が有する大気雷戦装備は、大気雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成海溝ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な省人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。